昭和平成令和の名曲ベストヒット166から出題。新ドラマ俳優対抗ドレミファドン。フジテレビ系、午後7時から9時が2024年1月4日、木曜日に放送される。写真、司会の、ミスタードレミファドンこと中山秀幸。クイズ、ドレミファドン。は、世代を問わず家族みんなが楽しめる内容で、40年以上にわたって国民に愛され続ける音楽クイズバラエティ。今回は、この冬フジテレビ系で放送されるドラマに出演する豪華俳優陣が一堂に会し、様々な音楽クイズに挑戦する2時間スペシャルを送る。ミスタードレミファドンこと中山秀幸の司会の下、月10ドラマ、君が心をくれたから、月10ドラマ、春になったら、水10ドラマ、婚活千本ノック、木曜劇場、大奥、金9ドラマ、院内警察、土ドラ、おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか。のキャスト陣がそれぞれ、助っ人を引き連れて登場。全6組によるチーム対抗戦を行う。月9、君が心をくれたから、チームは、長野芽衣、山田裕貴、白洲仁に助っ人の村重杏奈。月10、春になったら、チームは、なお、浜田だけ、橋本真奈美に助っ人のとにかく明るい安村。水10、婚活千本ノック、チームは、福田真希、3時のヒロイン、八木雄星。FANTASTICS from Exile Tribe, 関水渚、白川玲。木曜劇場、大奥。チームは亀梨和也、カトゥーン、宮舘涼太、スノーマン、栗山千明に助っ人の牧野智明。金球ドラマ、院内警察。チームは、桐谷健太、瀬戸康史、長浜ねるに助っ人の田中拓司、アンガールズ。土ドラ、おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか。チームは、原田泰造、ネプチューン、富田康子、中島聡太、FANTASTICS from Exile Tribe に助っ人の峰西みなみが出演する。婚活千本ノック、チームの福田、木曜劇場、大奥、チームの宮舘は途中参加でチームを盛り上げることに。そして MC 席では、5度目の登場となる池田美優と、前回に引き続き2度目の登場となる堀内健。ネプチューンがスペシャル MC として進行を務める。オープニングは、あの年の年間売上ベスト10と題し、ある年の年間売上ベスト10ランキングの中からイントロクイズに挑戦。ヒット曲だけを次々に出題するクイズに各チームの熱気が一気に高まる。その他、1万人が選んだディズニーソングや最強アニメソングなどが続々登場。さらに、メロディーがストップしたところから続きを実際に歌って答える。この後歌ってドンでは各チームが笑顔で大合唱する。中山秀幸、コメント。収録を終えての感想を教えてください。今回はいつにも増して盛り上がりました。実際に歌って回答するクイズがあるのですが、普段はなかなか見ることのできない俳優さんたちの表情をクイズを通して引き出せたと思います。皆さんがとても真剣に熱く戦ってくれたのでとても盛り上がりましたし、皆さんの歌が聴ける貴重な機会となりました。この後歌ってドンは前から言っていた企画ですが、今回この企画の完成形を見ることができたように思います。チームが一丸になって挑む姿はチーム戦の醍醐味であり、最高の形を見せてくれました。もっと見たい、と思うような展開になっていると思います。各チームを振り返ってみていかがでしたか？月9、君が心をくれたから、チームは、とにかく今回一番盛り上がったチームだと思います。本当に楽しそうに参加してくださって、とにかく踊っていました。笑い。山田くんは始まる前に、答えられないかもしれないから盛り上げに徹しようと不安そうに話していたのですが、トップ争いを繰り広げるほど大活躍でした。月10、春になったら、チームは、なおさんの早押しに対する執着がすごかったです。笑い。普段なかなか見られない表情をたくさん見せてくださり、このチームも終始明るい雰囲気でした。水10、婚活千本ノック。チームは、途中から参加した福田さんがいい空気を運んでくれて、一気に流れが変わりましたね。水曜、午後10時のヒロインとして活躍してくれました。木曜劇場、大奥。チームは、亀梨くん、宮舘くん。栗山さんと助っ人の牧野くんのチームワークが良かったと思います。ゲーム展開の戦略が非常に上手で、センスのある戦いを見せてくれたと思います。亀梨くんの歌もたくさん聴けます。笑い。金球、院内警察。チームは、
キリヤくんのここ一番の勝負が見どころになると思います。キリヤくんのキャラクターが全面的に出ていて、瀬戸くんも彼らしさが全開でとても面白かったです。土ドラ、おっさんのパンツが何だっていいじゃないか。チームは安藤が切り込み隊長として番組全体を盛り上げてくれました。最近では珍しい安藤が見られると思います。進行の堀内との掛け合いも見どころになっているのでご注目ください。